国史課生上訴は、日本の平安中期に軍事、他と、不明、百姓階層が地方官である国史の課生、秘宝を中央政府へ訴えた、行為、減少、または、闘争形態。国史課生周訴とも、地方の軍事、百姓らが上京し、大大理の陽明門前で国史の課生、秘宝を大上官へ訴えるという形態が通例であった。 10世紀後期から現れ始め、藤原の道長1世紀を中心に頻発したが、次第に沈静化していき、11世紀40年代には、収束した。資料上の国史化成上訴の所見は、974年に、尾張国の百姓らが、国主、藤原連定の秘宝を、大上官へ訴えた事例である。本来、律令の規定によれば、百姓は訴訟権が認められていたが、 規定外の機関へのへ訴訟提起は禁じられていた国士化政上訴は明らかにエッソの形態をとっており、このようなエッソが承認されるようになった理由は、明らかでないが、受領による国内支配の強化への妥協と見る説と、軍事層が旧来の権利を失った代替としてエッソ権が与えられたとする見解が提出されている。その後、1 4 0年代までの約60年間にわたり、 資料に残るだけでも、約二十数件の事例が検出されている。中でも著名なのが、九百八十八年十一月8日付の、終わり国軍事百姓東海文であり、終わりの軍事、百姓僧が、国主、藤原元長による、秘宝、乱行横法三十一条を訴えた事例で、この結果、元命は国主を罷免されている。このように当初は、大官が、軍事、 百姓らの主張を認め、国司を解任することが基調となっていた。しかし、軍事、百姓層の要求が多分に自理的であることに、藤原の道長を主犯とする大上官も次第に気づき始め、1010 10年代後期から1020年代にかけて国司解任に至る事例は、約5割から約2割へと激減していった。ただし、こうした見方には、異論もあり、 解任されなかった国司の多くが石関家の家しなど、藤原道長、より道不死に近い人物が多く、権力者によって恣意的に認じられた国司に対しては、知的内容が問われることなくなり、国史家政上訴による訴えや、受領効果的による問題点の指摘があったとしても、権力者の意向を思んばかって国史に対する処分が行われなくなったために、上訴の意味がなくなったとする説もある。 そして、1040年代の事例を最後に、国史化成上訴は、ほとんど見られなくなった。戦前は、平安時代を王朝政治の境外化、地方政治の後輩が進んだ時期と解釈し、国史化成上訴についても、受領層が、利私欲に溺れ、地方政治が混乱していたことの現れとする評価が、一般的だった。戦後になると、王朝国家体制論の下で、 国士家政上訴に対して根本的に異なる評価が与えられた。10世紀前期頃から人民白姓を戸籍、慶長により把握する律領性的な人別支配が崩壊し、朝廷は租税収入を確保するために諸国の国画量などという単位へ分割し、在地の不合層へ、名だけ営と租税納入を受け合わせる支配体制へと移行した。 これを不明体制と言い,い、不明体制を基盤とする国家体制が王朝国家体制であるが、こうした流れの中で国史行政も所定の租税の納入のみが求められ、その他は現地府民の筆頭国史の裁量に任されるようになった。このような国史を受領という。受領は自らの判断で国内支配することが許されたため、軍事、他と不明。 百姓層から、過劣な集奪をすることが可能となり、それに反発した軍事、百姓層が、階級闘争として、国士化成上層を行った。そして、国士化成上層が功を奏し、大乗官の政策に影響を与え、国内の税率を固定化する、高電管物理一方が1040年代に制定され、受領の恣意的支配が抑制されたため、 国士化成上訴も沈静化したとする評価である。以上の考え方に対して、当時の受領層は必ずしも主欲的に軍事、百姓層を抑圧していたのではないとする考えもある。個別の国主化成上訴事案を観察すると、訴えられた国士らは、慣例で免除されていた税目を法令通りに課税したり、当時よく発令された天皇代がり申請に伴う、 地方税制に則っ,った課税を行ったりと、彼らの順法的な行政姿勢が見て取れる。貪欲な受領とされることの多い藤原元長だが、当時、花山天皇が即位直後に地方税制の改革など、積極的な政策展開を行っており、元命は、この花山申請の方針を遵守したに過ぎないとする、見方もある。これらから、不明体制が、本来的に有していた矛盾が、 国主火星上訴という形態で現れたと評価する見解が提出されている。実際、長戸国主と紛争を起こした財調官人が、医師会主的に火星上訴を行う事例や、丹波国主を火星上訴していた百姓らが、その直後に当該国主を商用する書状を提出した事例、上訴百姓が経にある国主宅に焼き打ちした事例など、むしろ軍事。 百姓層に私欲的な姿勢を見出すこともできる。この見解では、軍事百姓層が在庁官人として国家行政に取り込まれていったことにより国主化成上層が消滅したとしている。また、十世紀後期には国家職員と軍事が増式人と一体的に呼ばれるようになっており、この増式人が在地支配層と連携し国史受領層と対抗したことが 国主化成上訴として現れたとする見解も出されている。そもそも、これらの歴史的事件を評価するときに念頭に置いておかなければならないのは、受領層に対して闘争を行った、百姓層とは決して受領の集奪にあえぐ冷裁な、農民などではなく、霊俗民や私兵を多数用して、地域支配や産業において莫大な利権を持ち、国家と不明契約を結んでいた。 農業など諸産業の大規模経営者であったということである。こうした闘争をどう評価するにせよ、地域統治と修正の効率化のためにこうした不合白症層の成長を助け、彼らが莫大な利権を獲得する契機を与えたのは、紛れもなく受領筆頭とする国が機構であった。この闘争はまさにそうして発生した富をめぐって、朝廷から、 地方統治と租税徴収を任された受領と富を集積していた富豪白焦層が激しく衝突したものだったのである。こうした事情は他と不明、受領、百姓、武士といった関連諸項目をも参照のこと。寺内博士、受領制の研究花は書房、2004年、第2編第3章、国史家生上訴について及び、第3編、第2章、 受領効果制度の変容、ありがとうございます。